こんにちは、南雲慶典です。今日も昨日のブログの YouTube 版を撮っていこうと思います。昨日はですね、お客様とちょっとランチに出かけて、僕の大好きなトンキーさん、隣町にあるトンキーさんというお店のナポリタンを食べに行きました。僕はね、ラーメンとナポリタンがすごく好きなんですよ。それでそのトンキーさんのナポリタンを食べに行ってきた記事をこう書かせていただきました。そして僕はナポリタンが好きだっていうのの他に、ナポリタンには粉チーズをたっぷりこう雪山のようにかけて食べるのが大好きで、まあ子供のようだって言われるんですけど、これこそ、今この年代、僕ら年代の大人の味だと信じております。それからあともう一つ、全然関係ない話ですけども、南雲慶典に自動車で来られる際に、例えば車高がすごく低くて下すると嫌なんだよなっていうお客さん、大丈夫です。道路から駐車場への段差、このぐらい、そうだな、5、6センチはあるんで、5、6センチぐらいしかないので、かなり車高端のやつでもゆっくり入れば大丈夫です。そうでない車はちょっとしたスポーツカーであれば、全然そのまま普通にスーッと入ってもらっても問題ありません。ベッタベタなやつだけが、ちょっとゆっくり入ってもらえば、けどすることはまずまずないです。僕若い時スーパーセブン乗っていて、それでも、普通に入ってくる分にはいいんですけど、勢いよく行くと、前のナンバープレートの下がガリッと吸ったことがありましたけども、通常は大丈夫です。ですので南雲慶典の、駐車場は段差がほぼなく、安心して入れる駐車場だという感じです。よろしくお願いします。